アクジョンに到着しました。よろしくね。韓国関連チャンネルのアイクレユーです。今回はアックジョンというエリアをご紹介します。アックジョンエリアにはアックジョン駅とアックジョンロデオ駅があります。今回はアックジョンエリアのおすすめのお店6カ所をご紹介します。アックジョンに到着しました。アックジョンの向かい側ヒョンダイ百貨店がある。ここから一旦渡ってしたいと思います。アクジョンの通り結構なんかビル街、ビルっていうかマンションとかとこっちはなんか飲食店って感じで分かれてるな。住宅街、住宅街ホンデデパートアクジョンホンデが一番高い昔だ、うん、昔アクジョンホンデデパートとデロリアが有名です。朝の出勤のタイミングやから人がすごい急いでる感じで、なんかアックジョンには今回私は初めて来たんですけど、なんかアックジョン駅から結構そのカフェ街っていうかその辺が駅の周りにあると思ってたんですけど、意外とアクジョンのカフェとかアクジョンロデオの方はアクジョン駅からちょっと離れてて歩いて15分、歩いて20分ぐらいの距離にあります。しっかり覚えないな。出口、出口はノンヒョンドン道高校の方で出口出た方がいいです。私は間違えてさっき出口5番出口で出たんですけど、この大通りを向かい側のこっちがだいたいアクジョンロデオ通りって呼ばれてるところですね。この辺にはご飯屋さん、美味しいご飯屋さんとかカフェとかがたくさん並んでる場所です。アクジョンロデオ支店って書いてる。アクジョンロデオの進んでいこうかなと思います。美容旅、美容韓国旅とかする方も整形外科とか歯医者が有名やね。ここもおしゃれ、レストランや、おしゃれ感とか多いな。パン屋さんも多いし、うん、ファッションも多いね。これブティックは初めて見る通りやから面白い、やっぱり。うわ、うわ、すごい、トラクターが。この辺は芸能人とかも会社カンナムの方に来てから来たりとかするから、どの店行っても有名店やな。ゴルフウェアのあれや、マルボン。ゴルフウェアで有名なマルボンのお店もあります。気になるけどまだ開いてないな。美味しそう。朝早くから開いてるところが意外と少ないから、ちょっと今回は朝一から動きたかったので朝からやってるところに。確かにソンスっぽい雰囲気やな。この辺は結構カフェ集まってる感じやな。
まあ、朝9時12分の時点でこんぐらいですね、列。1店舗目にご紹介するのはロンドンベーグルです。店内が32人待ちで、シャチテーブルで待ってるけど、テイクアウト2人。2階にそのまま上がって、さっき席を取ってからですね。まあ、メイプルピカン、クリームチーズといった。그ピカンナッツ。그러면그거하나하고ブルーベリーとか。めっちゃ人気でな、うん、俺前食べたかったな、と並んでるから。そう、これ今できたって。逆に今回さ、前食べ、うんうん、食べて美味しかったじゃがいもチーズ買おうと思ったのに売り切れやった。残念。でも言って、めっちゃ美味しかったやな。そう、朝そんなね、10時ぐらいやのに、でも違うやつ食べるからいいや。これは前食べて美味しかったから、ブルーベリーコンポートクリームチーズ。うわ、美味しい。ここにネギ、ね、あ、ね、ニラ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 が入ってる。うん、食べてみて。どう、どんな味？サクサクして、ちょっとガーリックの味があって、ガーリック、うん、なんか、なんかチーズだけど、なんかこう、サンクマ、さっぱり、さっぱりして、ちょっと塩気もある。おお。よし。オニオン、オニオンベーグル。結構もっちりめやから、ベーグルが。エスプとか飲み物と一緒に食べたらいいかな。チャンネル登録よろしくね。2店舗目にご紹介するのはウィグルウィグルです。前にミョンドン店に行ったんですけど、ここが元の本店で行ってみます。こんなテレフォンのチャンマニカ、色気ピオコンセービングバン、ピオプタン、ウトロガタン、かわいいサマーセールもある。かわいい、あ、唐辛とかあるね。唐辛、何に行こう。これは何、これ汁多いね。レモン、レモン、かわいい。この辺はあれかな、柄がこういう柄、これにセールっていうか、うん、元の値段より安い。これもかわいいな。これ一番1,2,3,4階建て。これでビッタラ見えるよ。キョプタン、むくいでこれ。これパッドパウチ。セットなんかな、これ。ビーズとトイレのショールームやった。かわいいな。タ
ックスフリーもできるから、サックスフリーできる。チャンネル登録よろしくね。3店舗目にご紹介するのは韓国式中華料理店のムタンです。今回ムタンには平日のオープン時間に合わせて入ったので、並ぶことなくスッと入ることができました。韓国著名人にも人気な中華料理屋さんだったので、テレビの番組でもよく取り上げられていますね。メニューが25分以内に来なかったらサービスでなんかプレゼントあるのそのメニューはサービスで来ます。やつとか王将持ち帰り、うん、たっかんとかおかわり、おかわりできる、なんかこういうセットとかも人気ある、うん、これにしていこう。平日の夕方や土日になるとやっぱり混んでいるみたいですね。こちらのお店の看板メニューはステーキトリュフジャージャー麺ですね。数を大事にチェックしないと、なんかこう3個注文したのに5つ出るから、あれこの数は確認した方がいいね。煮干し。煮干し。うん。ちょっと不思議な味。マカロン麺棒。엄청커서。와이게트러플잘라서먹어야되는거소리가소리가사크사크사크시대めっちゃこう美味しそうできたって一体にあエビ湯気が出てる먹어봐美味しい。あとはサクサク、中はエビ、カニ味噌みたい。麺棒じゃというものは食パンにエビのすり身を挟んだものを揚げた料理になります。一般的な麺棒じゃの3倍ぐらいの分厚さですかね。エビのすり身をたっぷり使っているので、フトッチョマカロンのトゥンカロンのような形をしているので、マカロン麺棒社という名前になっていますね。本当に赤ちゃんの拳ぐらいの大きいサイズになっています。エビの食感も残っていながらもしっとりプリプリの味を感じることができるので、エビ好きにはたまらない一品になっています。これはチャンニャンマヨセス。チャンニャンマヨ、これはチューブ。で、こうやって食べて、おいがしてこれ卵。これをして食べてもいいし。半熟。これちょっとこれ。次にご紹介するのはこのお店のシグニチャーメニューですね。ステーキトリュフジャージャー麺です。牛肉のステーキは柔らかく食べやすいです。これが韓国で一番高いジャージャー麺。多いな。ジャージャー麺自体は1人前ですが、2人でシェアしても十分なぐらいボリュームがありました。サラダ、うわ、이거그린요거트같아。그린요거트같아진짜。일단갈비빨간색유복부는유세잖아그때주가요리잖아그때나가퓨전노고큐레스토랑그때맞아中華料理の感じじゃないよな。これトリュフの匂いめっちゃいい匂い。なんか甘くて。トリュフ自体の味よりもトリュフオイルの香りがもっと風味を足してくれるような気がしました。ジャージャー麺の麺も普通の一般的なジャージャー麺は小麦粉の味が結構しっかりしたりとかするんですが、こちらは本当にもっちりしていて、
本格的なジャージャー麺の麺だなと思います。ジャガイモも大きめやな。見ました。記念日や家族や友達おもてなしをしてあげたいときに行きたいお店です。チャンネル登録よろしくね。アックジョンにあるヒョンデ百貨店ですね。4店舗目にご紹介するのはジンジャーベアです。여기다가뭔가이름을하는거라고했던것같아아그래응애플크림을빌데초콜릿이거엄마좋아하는건데피칸아니근데이거한다그랬잖아애플크림그래뭐지가고구마아고구마이게피칸고구마갈래쯔이제미트파이이거하나해야돼블루베리치즈파이하나주세요제주도있는데왜왜フードコートみたいに楽しめるスタイルです。一旦テイクアウトでピーカンパイ買って、これはミートパイとブルーベリーパイ、もちろんの好きなやつ、これはカフェラテにしました。結構ボリュームある。うわ、トッカルビ、うん、美味しそう。で、生地が入ってる。なんかパイっぽくない？うん、パイっぽくない。美味しい。これは美味しい。なんかハンバーガーみたいにも見えるな。うん。コーヒー。うん、結構これ硬いから、なんかこう持って食べた方がいいじゃない？持って？うん。かぶりついた方がいい。うんうん。アックジョンにあるヒョンデ百貨店ですね。チャンネル登録よろしくね。5店舗目にご紹介したいのはジガンハンシッタンです。日本では食べれないユッケやナッコフセを食べに来ました。こっち側に行ったらスターバックスが見えます。ここも駅から徒歩3分ぐらいでした。セブンの方に乗って前やな。うん、名前がイソニプラザ。韓国現地でとても人気のお店です。チゲ安いな。ソッパもある。私の行ったお昼の時間にはここの近くの会社員の人で満席になるほど人気のお店でした。ここもナッコプセで有名やから、結構グツグツで美味しい。わあ、당연히ね。なっちゃったね。わあ、ご飯美味しそう。もちもちやご飯。わあ。このタコも柔らかい。
辛くもないかな。あ、ちょっと辛いかな。うん、美味しいね。なんか黒胡椒が効いてる感じの味で、さっき食べたら美味しい。テジクッパみたいな感じで、ツンデレテジクッパみたい。そう、ちょっとあのカルビちゃんとちょっと違ってツンデクッパみたいな、うん、で辛くないからめっちゃいいと思う、うん、で肉が多めに入ってる、うん、チャンネル登録よろしくね。6店舗目にご紹介するのは韓国のダイエットキンパポスルボスルです。国旅行行ったら必ず食べてほしいキンパをご紹介します。ボスルボスのアックジョン本店に来ました。一人で来られる時もいいかもしれないです。これがさ、ご飯じゃなくて卵やからダイエットキンパやね。キムチスープみたいな、うんうん、おいしい。端っこが一番すごい、うん、一番これな、早もん勝ちが食べるこだりこだりこれこだりこだりや、早もん勝ち勝った얘도진짜알고있어요같은과도있고나는그런거すごい中が全部卵むくんじ本当にいいな。珍しい。なんか一つ短所は口の中の水分が全部やられること。この味は真似できない。でこれは実は真似できない。からもう家で作った方が材料代の方が高いです。ここがめっちゃ不得や。卵がたっぷり入っているキンパなので、本当に一口食べただけでもボリューム感でお腹がいっぱいになる感じでした。食べきれなかったのはお持ち帰りにしました。ボスルボスルテイクアウトしました。結構ほんまに結構満腹感いっぱいで、一口食べただけでもお腹いっぱいぐらいになる感じ。ご飯なくてもいいからいいですね。ダイエットキンパ気楽に入って気楽に、ね、そうパッと入って食べやすい。今回は韓国でおすすめのキンパ屋さんをご紹介しました。ぜひ韓国旅行のご参考にしてみてください。チャンネル登録いいねお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいので、ぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラユーのメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクラユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。